ばんは。こんばんは皆さん。よいしょよいしょ。今日はお話し会をしてきましたが、ありがとうございました。お話し会来てくれて嬉しかったよ。ありがとね。みんながね、さ、来てくれて嬉しかったな。ありがとう。ありがとうやて。撮っててよかったね。ちゃんと悔いなくみんなが推し活できてるようで何よりよかったわ。撮ってくれてて。言ったこと実行できるように頑張ります。お、期待しております。そう、なんかみんなとさ、そのお話し会で話してすごいやっぱね、もういっぱいみんなとそれぞれにやっぱ思い出があるから、なんかもうこうやってね話せないのかと思ったらちょっと寂しかったんですけど、いやーでもやばい充電ないのかやっちゃってたショールもすいませんね。そうよいしょ。みんなそれぞれにすごい私は思い出があるから、一人一人の顔見てたらすごいいろんな思い出あるなーと思っちゃって、すごい寂しかった。寂しかったよー。みんながいっぱい伝えてくれたし、ひなになんか卒業発表自分はこう思ってるんだっていうその一人一人の言葉が聞けてよかったです。はい、今日も話して嬉しかったよ。ひなも嬉しかったよ。なんか卒業発表の次の日だからみんな話に来てくれるかなってちょっと思ったけど、そうね、ちゃんと伝わりました。あー、大好きなさも伝わった。もちろんみんなの愛をいっぱいね、もう来てくれるっていうことの時点でも愛だし、本当にいっぱい伝わりました。ありがとうやで。まずにはいられん。そうだよね、卒業発表したらね、逆にねますます会わなきゃみたいな気持ちで会いに来てくれてたのかなみんな。話してきてよかった。誕生日も祝ってもらえてよかったね。お誕生日も、誕生日の人今日何人かいたの、おめでとうねみんな。そう、今日は前髪はストーンストーンタイプでやりました。Dさん結婚したい、ありがとう。結婚ちょっと鼻が出る。寒い、この部屋寒かった。私がさっき帰ってきたのがバレる。よいしょ、暖房つけたけどまだ寒いです、この部屋。今日のスタイリングスキル好きすぎるか。好きすぎる、嬉しい。今日は最近ハマっている巻き方にしております。なみんなみんなみんってやるやつにハマってるんですよ。なみんなみんなみんってやりました。おばちゃん服お風呂、服はうちありがとう。節分のやつあったんだ。
昨日だったもんね、節分。私はちゃんとお願い事をしながら、あの方角をこう、ここがちょうど方角だったんでこうやって抜きながら食べました。そう、無言で食べた。無言でもう何も喋らずに、そのただお願い事だけを頭の中に浮かべながら食べたので、きっとこの願いは叶うと信じております。うん、ひなぷの幸せに祈ってきましたって。そう、一年に一度の節分にありがとうね。そりゃ嬉しい。うん、今日も可愛すぎるね。一時中メソメソしているメソメソしているの。そう、でも今日のお話し会すごいね、メソメソしちゃう方も多くて、ね、そうだよね、寂しいよねって思っちゃって。そう、ではみんなが、そう、涙ながらも、あの私で言葉を伝えてくれて、すごい思いが、一人一人の思いが私の心に染みました。はい、そう、ありがとうねってなった。うん、今でもうるっと きちゃう。みんなメソメソしちゃうの、寂しいよね。そう、納得してない人いた。なんか納得してないっていうか寂しいみたいな。みんなそう、うん、卒業するって、いつかを卒業するって分かってるんだけど、でも寂しいんだみたいないう感じが多かったかな。うん、そうだよねって。うん、弟さんめっちゃ可愛い、ありがとう。いい、うんうんうん、そうね、喪失感、喪失感だ。時間湧かない、時間湧かない人もいた。なんか全然時間湧いてなくてみたいな。そう、だから普通に笑顔で話す人もいた。うん、そう、うんうんうん、私もまだ信じてないよ。信じてないよね。そう、本当にないよって言っといたけど本当にだけどねって言っといたけど、うん、うんうんうん、話し始めてから急に時間湧いた。やっぱね、そういう人も多かったの。なんかやっぱひなと話し始めたら急にボロボロ涙が出てきちゃう方結構多かったから、多分話し始めたら実感したしちゃうんだろうねって。すごい、うーんってなった今日の司会。結局昨日は寝れた、すごい寝れた昨日は、大丈夫。うん、めっちゃ寝た今日。たまたま振り返りになったのが今日で、梅すぎてよかった。それはね、私は言えないからさ、この日の公演で卒業発表するから、このお話し会来てねとか言えないからさ、お話し会はもう撮ってくれている人としか話せないから、どっちみちと思って、そう、言えないから、そういうこと、そうそう、撮ってくれてる人とね、大切な時間を過ごすのが一番だと思ってるから、うん、うんうんうん、そう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 。
言えないからよかったよ。今日は会えてみんなに。広瀬めで会って話すとき大丈夫か、会って話すときも大丈夫だよ。泣いてもいいよ、うん、会いに来てくれることが嬉しいし、それがね私にとって一番嬉しいことです。はい、うんうん、そう、うん、ラバルジャックもありがとう。今日うーん、箱ティッシュ準備してほしい。私のお話し会の前に準備してもらっとこうか。じゃあ、うん、絶対に行くからねって、ありがとうね。ラバルジャックありがとうございました。クマも喜んでました。それはよかった。そう、うん、やっぱ楽しい思いだよね。最後までいっぱいみんなと、そう、一人一人と作っていきたいから、うん、いっぱい楽しい思い作ろうね。うん、待っておるよ。うん、うん、声申し込んだ。うん、嬉しい。うん、会える時に会おう。無理なさらずね。うん、ね、そう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 、まあ無理してもいいか別に。うん、無理して会いに来て。じゃあ、うん、無理して会いに来てくれるといいよ。うん、後悔しちゃうからね、やっぱね。みんなが後悔しちゃうからね。少し無理してて会いに行く。そうした方がいいよ。自分のことにひなちゃん笑ってくれるの満たすね。お話聞いてくれる、言ってるからね。嬉しい。うん、私はみんなと会うだけで笑顔になれるから、もう、うん、本当にニコニコにさせてくれるよ、みんなは私を。発表する前から結構卒業しそうな、そう、雰囲気めっちゃ出してたんだけど、そう、でもなんかみんな覚悟してたんだけどみたいな。でもまだ言ってくれるってちょっと思っててってみんな言ってて、そうだよねってなったね今日は。うん、覚悟してたんだけど、でもまだ言ってくれるって思ってて、そうだよね。うん、当たり前じゃん。だって私みんなに後悔して終わってほしくないしね。あの時なんかもっとみたいな言うじゃん、よく。そういうこと思ってほしくないしと思って匂わせて生きてきましたけど、この1年間ぐらい。そう、うんうん、そう、ね、
そうね、みんなね、なんとなく分かってたもんね。覚悟しつつもね、辛いよね、そうだよねってなった今日は。そうそうそう。ねえ、確かにそれだけ好きだったからねって。キュン、何も好きだよ。覚悟してなかったわ。いい、つらい、覚悟してなかったか。よしよし、うん、昨日泣きすぎて恥ずかしいです。なんかその涙の分だけひなのこと思ってくれてるんだろうなと思って嬉しかったよ私は。うん、ひなちゃんが日常の一部になってた。ひなちゃんもうみんなが日常の一部だよ、いつだって。本当に日常っていうか、もう生活っていう感じの一部でした。本当に24時間みんなのことを考えて生きていた私は。うんうん、うんうん、ねえ、そうだね。みんなを泣かせるなんて罪の女だってきた。罪の女だった、ごめん、ごめんやん。うん、そう、うん、お疲れ様、ありがとう。こちらこそありがとうね。毎日ひなちゃんのこと考えてた、嬉しい。思っていて、ひなちゃんのことこれからも。うん、ひなちゃんにとっていい傷だなと思うから止められないんだけど、でも寂しいね。そういう人多かったな今日。なんかひなちゃんの幸せを願うよっていう人すごい多かったからみんな優しいなと思って。うんね、絶対に辛いのにどんな時だってね、私を応援してくれて愛ですね。皆さんは本当に愛だね。うんうん、感情ぐちゃぐちゃ。壊れないね、壊れちゃダメだよ。うん、そう、残り私のお話会は、あ、なんだ、何回あるんだ。うんうん、どうだ、お話し会が今日が2月の4日だから18、3、23と
24、25、20、6日間あるんだ。6日間ということでね、これまでもう本当に数えきれないぐらいね、握手会時代からやっぱみんなとこういう1対1のやつやってるから数えきれないぐらいの日程をやってきたけど、あと6日間しかないのかと思ってちょっとびっくりです、私は。はい。ね、もうやね、もう終わる、もう終わってしまう。うん、今度久々に来るって嬉しい。久々の方も待ってますよ。やはり岩田ひなというアイドル人生にね、少しでもね関わった人はねお待ちしておりますから。うん。7年分のお話し会のメモ振り返るだけで丸1日かかった。振り返ってたの、そりゃかかる。そりゃかかるよ。こんなに沼ったの初めてだったからさ、引きずるぜ。沼ってくれてありがとうな。前半したら競争率やばそう。でも会いに来てくれると嬉しい。だがしかし会いに来てくれたら嬉しいな。ね、こんなに女の子に飲まると思わなかった、嬉しい。ひなちゃん教えてよかったって最後までみんなが思ってくれるように、自慢の推しメンさんでいられるように頑張ろうと思っております。そう、やっぱ沼った相手がねひなちゃんで、ね、よかったって思ってほしいからね、みんなには。私のお話し会参考3月3日がラスト。そうだよね、みんなそれぞれにラストがあると思うから、やっぱこの6回のうちのね1回もね、なんかやもうみんな の, その人生に向いて最後だと思って、そうしっかり話していきたいね。戦友みたいな感覚もする。おすめの息聞こえとるの、それは確かに。まあ確かにな、戦ってきたことも多いからな私たちはな。何倍でも足りん、本当だよね。だってさ、誰かと一日遊ぶっていう感じでさ、そう昨日応援してくれたファンの人と一人一人と遊ぶってなってもう足りないじゃん、一日かけても足りないじゃんそんなのって感じじゃん。だからその話し会のね何秒とかに足りないよねって感じ感じなんだけど、そうでもちゃんとみんなとは話したりなって
思ってる。うん、ちょっと私卒業することになりましたね。そう言ってくれる人も多くてさ、ひなちゃんがもう自分の人生の中の最後の締めなんだよって、うん、言ってくれる人も多くて、うーってうー、最後の締めで選んでくれたのって、うん、嬉しいっていう気持ちと、なんかありがとうっていう気持ちもあるんだけどね、うーってなってた。いつかまたアイドルしてくれてもいいよそういう方も多かったね。うん、うん、そうそう、芸能界にまた戻ったらまた打つからねっていう人も多いかと。うん、そう、私はもう私がその時やりたいことをやろうって思ってるからそう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 、うんね、一番自分のやりたいように生きる人生を送っていきたいと思っております、これからは。うん、そうなので、わかんない、うん、何かしらでみんなに会うイベントやってるかもしれないし、本当にね、見えないところで頑張ってるかもしれない本当に、うん、やりたいことやって生きていきます。やはりそう、まだ何でも挑戦できる年だなって思ってるので、まあ年齢なんてそんな関係なくね、やりたいことやっていいと思うんですけど、人生そう、うんうん、若くて羨ましいって面白いそう、まだ若いんでフフ健康第一ね、本当にそれはそう、うん、うんうん、今が一番若いからね、全員そうだよ、今が全員一番若い瞬間なので、皆さんも、はい、挑戦することを恐れず、日々夢に向かってやりたいことをやってください。うんうん、息してるだけでも偉いから、何しても応援してるそう、でも私がなんかフリーターになることはないんだろうなって思う、やっぱり、うん、人生においてね、やはりね、私は何かやらないと生きていけない人なんだなって思ったんで心が空っぽになるタイプなんで、私多分何かやらないと、うん、フリーターだけはちょっとならないと思うんですけどそうそうそう、まあでも分かんない分かんない、うん、いつの間にかフリーターガチ勢してるかもしれないけどどういうことみたいな、フリーターのガチ勢って何って感じうん、そう意識高い系、意識高い系だからやっぱりね、自分の人生は
頑張れば頑張るほどいいと思っているしやりたいことがあればあるほどいいと思っているのね。うん、てか私なんかやりたいことの方がいっぱい浮かぶの、なんか頭の中にそうね、うん、本当にポンポン浮かんでいくので、ポンポンやりたいことやってきます。一回出なくなると遊ぶ本当にそうなの。私はただね、本当に一度全てを諦めてしまったら本当に多分何も帰ってこれないところに行ってしまう人だと思うので、自分がなのでいつだって何かを頑張り続けていたいなと思いますあ結婚してもいいよワイトね、いつの間にかね、本当に結婚しようかもしれないけどね、そんな未来がまだ想像はできませんうん、あれだけ SNS の修理やってたん、ピオちゃんがね、めっちゃなんか SNS もやってたしね。そう、やっぱなんかやってないとね稲荷プロ見た見た、私今日その卒業発表したこととか、その自分の気持ちをメールのね、STU のモバイルメールに送ったんですけど、すごいみんながあったかーいコメントをいっぱい返してくれてて、そのメールに嬉しかったよー、うん、うんうんうん、そうそうそう、ひなりプしてってねこれからもうん、そう、卒業後は SNS やんない、そう、卒業後はね一個やりたい SNS があって、それをもしかしたら続けると思います。はい、うん、頭がバックして返せなかったゆっくりでいいよ、うん、Bリアルかな、 Bリアル やらんごめん、それだけはやらん、はいそう、すまん、 Bリアルだけはちょっと怖い、うん、それだけは怖い、やはりネット社会にね、やっぱ顔をさらすっていうことだけでもやはり怖いのにさ、うん、そんなリアルな瞬間をさらすの怖い、うん、うんうん、SNS あるの朗報すぎそう、いいよって言われたらやるけど、うん、いいよって言われなかったらやらないそうそう、まだ聞きに行ってないから、うん運営さんにね、そうそう、うん、ひなちゃんの偽物ひなちゃんの偽物が現れたらみんな排除しといてください。はい、
そう、ひなちゃんは絶対髪の毛を染めるので、あの黒髪のひなちゃんの写真だったら大体偽物だと思ってください。あ、黒髪のひなちゃんだ、偽物って思ってください。はい。そう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 、髪の毛染めるんでよろしくお願いします。はい。うん、他に見分け方ある、なんだろうな、でもまだ言えないな。まだ言えないけど、うん、そうそうそう、うん、そう、しばらくは染めてるから私。うん、偽物を染めてるの使うということ。なんで染めとるし、もう取る、あれか加工でってことね。え、 AI に作らせるのかな。うん、怖い。怖い、怖い目。うん、加工できるからか、怖い目。うん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 、何色に染めるかはないしょ、ないしょ。ないしょでーす。みちゅにもうさ、そう、卒業発表し終わった後 LINE でさ、SNS やるの？って聞かれて、うん、やろうと思ってるよって言ったら、ピオの配給があるの助かるって言ってて、オタク、オタクみたいなこと言ってる。うん、うん、配給助かる。うん、うん、道のためにやらなきゃ。あ、そうだね、道がフォローしてたら本物ってことで。よろしくお願いします。はい。うんうん、配給で生きていきます。うん、たまーになっちゃうと思うけど、今みたいに3日に1回インスタ更新とか、絶対更新するとか、そういう決まりは多分つけずにやると思うけど。ご飯しか投稿しなかったりするかもしれないけど、ひなちゃんが見たいのにご飯しか投稿されんこのアカウントみたいになったらごめん。うん、うんうん、推しが食べてるものだけでも助かる。何でも配給になってた。だってさ、その
一般層に一般層オタク用すぎる一般人になったらさ、もう特に載せることないわけよそんなね、特に載せることなさすぎて、うん、食べ物ばっかりなっちゃいそうでね、ごめんね。たまに自撮り撮るね、頑張って頑張ってたまにさ自撮り撮るわ。うん、おたかつアイドルの現場に行ってきたおーって、ライブ見てきたおーって投稿しようかな。じゃあね、おたくアカウント、うん、そう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 、でも私が今推しているアイドルちゃん相互フォロワーになってるからな、なんかちょっと強いオタクになってるからな、ちょっと行きづらいんだよだがティフとかには行きたいオタク、うん、ティフ行きたい、うん、そうそうそう、うんうんうん、そうそうそう、マウントマウント、ね、嫉妬されちゃうよ何かもうああいう、なんかもうオタク歴よりも全然アイドル歴の方が長くて、そのそっちをオタクになれないかもアイドルに会いに行ってアイドルみたいな対応して帰っちゃいそう私なんか特典会とか行くじゃん、わーみたいな、やっちゃいそう、アイドルに対してお疲れ様ですすごい今日の声良くて裏で見てたんですけど本当一番楽しかったですみたいなそうそう、ツーショットとかの撮影の場合はまず最初にポーズ言う、あ、じゃあハートでお願いしますって言ってその後に話す、ハキ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 オタクそう面白すぎてる、うん、思い出せないオタクだった自分がハキハキオタクしてる、うん、うん、ね、そうそう、秒数も正確に話せるしなんかさ、私秒数を正確に話せるっていう謎の特技があるんですよ。なんかこれが身についたのは、あのよく CM とかで、 CM とかなんかこのコメント撮りみたいなする時あるじゃないですか、YouTube 用なのか、なんかその X 用とかでコメント撮りみたいなのあって、その時に何秒に抑えてくださいみたいな、何秒ぐらいのセリフを言ってくださいとか、そう声だけの仕事とかもね、何秒のやつ言ってくださいって言われて、その秒数ぴったりに私喋れるの、なんですか、すごくないこれ、なんかなんか大体わかるの感覚で、あ、今こんぐらい喋ったら15秒だなみたいな、今こんぐらい喋ったら30秒だなみたいな超正確なの、やばいよ、めっちゃ褒められるそれで私、うん、完璧やんって、そう、うんうん、アナウンサーいける、マジか、アナウンサーやろう、うん、そう、なんかわかるんだよね、体感でわかるもうコツとかない、なんか体感、そう、
そうなんだよね。そう、いや、そう、頭に時を埋め込められたら多分例えばこう朝のボイス、なんかあれじゃん、おはようボイスみたいなやつ、だいたいこれが15秒でみたいな言われたら15秒ぴったりになんか喋れるんだよ、適当に喋ってもえって感じそう、これでは特技なんでなんで私は多分特典会とか言っても多分15秒ぴったりに喋れますうんうん、剥がしのお世話にならんなんとかで、なんとかです、はい、それでなんとかだったんですよ、はい、ありがとうございましたきっかりきっかりだこの人仕事させない話の人に仕事させない毎回まず話をしめて時間計らなくなるこの人時間きっかりの人来た面白すぎる。オンラインはね5秒前からだけどね、いつも、いや違う5秒前じゃない、オンラインは全部の時間見えてるからね、そうだから、あのもうこの会話間に合わないなって気づいてるんだけど言えないじゃんだからいつもあーって言ってるね、間に合わないよとか言えない途中でそんな悲しいこと言えない、話してて気づくんだけど、あ、やばい、この会話間に合わん、もう気づかないけどそう言えないね、うん、みんなからは多分5秒前だよね、ね、そういつも思ってる、そう気づいててごめん気づいてるけど言わなくてごめんだって一生懸命話してるから言えないもう、うん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 って聞いてる多分相槌ちょっと早くなってる私時間やばいと思ったら相槌早くしてるからそう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 ねえ私気になっていや大丈夫、大抵の人はね大丈夫なの、うん、そう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 、ただその枚数よりもちょっと話すこと多かったなっていう感じの人はやっぱりあーってなっちゃうからいつもうんってなってそうそうそう、
そうそうそう、みんなが頑張って話してくれるの嬉しいです。私は、はい、途中で消えてもあのなんとなく理解できるじゃん。そう、大体みんなが途中最後に思い出す言葉でよく切れるのがあの3月3日みたいな、なんかそうプゾンみたいな、あの3月3日プゾンみたいなこと多いんだけど、みんなあ会いに行くよって言いたかったんだろうなみたいなのがすっごい多いんだけど、みんなよく本当にでももうそれで理解して、あ来てくれるんだ嬉しいなって心の中で思っております。はい、で次の人行ってますんで、ちゃんと届いてる、うん、間に合ってない、言えなかったって思っても、なんかなんとなくそのちょっと言えた分で私は想像膨らませて、あのあって思ってるからね、ちゃんと届いてるの、うん、そうそうそう、だからあの綺麗に終わることが全てじゃない、うん、届けることが大事って思います。はい、超察すんで私、うん、ああのことだなって言って、うんうん、そう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 、なんであの全然切れてもね、あ切れちゃったーってそんな思わずにね、あひなちゃん察してくれてるな今って思っててくださいそう、あここまで言ったから、まあひなちゃん察してくれてるわ、うん、そう思ってくれると、はい、私察してるんでちゃんと、うん、大丈夫ですうんうん、そうそうそう、途切れて分からなかったこと逆に何かな、うーん、なんだろうな、うーん、ねえ、なんだろうな、みんなが途切れちゃうこと、でも大体させるけどな私、うん、うんうんうん、ね、あとそういうまで消えたら分からんそれは分からんあとそういうまで消えたらさすがに分からんか、うん、うんうんうん、そう、答え合わせしたいと思わない、え、あのね、なんか質問系で言われてそれで私が答えれなかったみたいな、その時間があれで答えれなかったみたいな時は、え、ごめんってなってる、うん、え、ごめんみたいな、いやーってなってる、いつもでも一応走ってる、もうなんか電波の環境のズレでさ、もしかしたら私の声聞こえてるかもしれないと思って一応その答えてるんだけど多分切れてるだろうなって思ってる、うん、そうね、疑問系にね答えれなかった時はちょっとあのごめんって感じいつも、うん、一応言ってるんだけどね、そうそうそう、なんとかだよーって早い、早口で言うたでしょ、なんとかだよーって早口で言ってます、一応、うん、うんうんうん、次の人に影響出ないよ、次の人までね、いつもね5 4 3 2 1 次の人だからね、大丈夫そう、だからなんとかだよーって言ってもまだ1秒ぐらいしか経って大丈夫大丈夫、そうそうそう、うん、次の人誰が来るかも分かるよ、ちゃんと見えてる、ね、次の人誰が来るかとその5 4みたいなのが出てきていつも次の人だからね、うん、
だからたまにさ名前になんかこのショールームのアットマークみたいな感じでつけてなんか文章つけてくれる人とかいたらその5、4ってなってる間に読んでそうそう名前文章読んでる、うん、ほうほうほう、うん、ね、そんな方法がある実は。あと3年早く知りたかった情報ごめん。そうでも名前そう文字数制限あるから、うん、多分伝えれること少ないんだと思うめっちゃ、うん、そうあのなんかほんとこんにちはぐらいしか多分待ってないレベル。そう本当に本当にちょっとしか打てないから、うん、言った方が早い言った方が早いまであるどうせあるんだからね言って伝えてもらってね構わないでございます、はい、うんうんうんそうでしょ。そうでもなんかこういう話するんだなみたいな準備ができるぐらい私がそうあこういう話するんだって思うぐらい。そう例えばなんとか言ったみたいななんとかありがとうなんかみたいな今日誕生日みたいなあこういう話するんだみたいなぐらい。そう私のこういう話するんだ心の準備みたいなぐらいぐらい、うん、次回予告うん、フルネームフルネームでわかるよ。うん、そうそう何回かフルネームで来たことある人はフルネームわかるの私。うんうんうん許さないとかあったら怖い何の話されるんだろうって思う。うん、え何っていう普通にえ何許してって言ってると思う。うん。うん。やばいもう1時間なってる怖っ。はいちょっとなんかみんなと話楽しく話してたらあっという間だったのですが私はこれからパッキングというものをしないといけなく、はい、大変ね忙しいのでね終わりたいと思います。はい本日もありがとうございました。配信見てくださってうんうんよいしょ、うん、また会いましょうね。あーパッキング大変だよ。何着ていこうか全然決めてないからね。もうねえねえ。頑張るわ、パッキング。うん、皆さんも。もう予定はないか、さすがに。夜だし。まあでも夜からお仕事の人もいるか。なんかあれば頑張ってください。はい。うん、お話し会終わりにありがとうね。お話し会終わりに。ね、今日話した人も今日話せんかった人も話してよかったでございます。うんありがとうね。ではランキング読むよ。13位2114さん、2114さんのことが好きなさん。
中に花ちゃん、花ちゃんのことが好きださん、11一文字3文字卒業おめでとう。ありがとう。ジザキさん、今日はありがとう。356日、結構感じよ。65日じゃないんかい。なんで、え、なんで。キュイドリンさん、最後まで可愛いひなちゃん届けることが使命な、使命を全うしてくれてると嬉しいでございます。八横綱さん、横綱さんのことが好きでした。なに、さむきさん、気持ちはリップしたよ、見てね、卒業後 SNS は出す。おー、いえいえ、こちらこそ。見る、見るよ、もう、うん、みんなの見てる、うん、ちゃんと見てる。そう、みんな結構ね、長文で送ってくれてね、本当にいっぱいあったかいメッセージがあって、嬉しい限りです。6位、モアイさん、モアイさんのことが好きなさ。5位、のぶるちゃん、卒業まで全力で応援するよ。ねえ、そう、最後まで。応援よろしくお願いいたします。いやいや、おばちゃん、お願いいたします。あと、まる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 。今日も、会えてよかったよ。ありがとうね。はい、ゆてぃさん、やっぱりひなちゃんはピンクが一番似合う。かっこ文字数制限。いや、似合っているし、めちゃめちゃ可愛いし、もう一番大好きっていうことを言いたいんだよね、つまり。ありがとう。うん。させるから、ひななんでも。やっぱり、うん。させるから、うん、安心して。みぽんたさん、ぽんたさんのことが好きなさ。そして1位な、トロロロロパパーン、ホテッド坂道グループイコール着替えさん、ホテッドの歴代キャラ大集合。あ、かっこよかった。なんだろう。あ、で終わったらわからんな。でも楽しみしてますね。うん、歴代キャラなんだろうな、どんなメンバーが来るかな。うん、させる、アイドルさせる、させるさせる、大丈夫大丈夫。うん、ちょっと青は分からんかったけど。はい、ということで本日もね、あのスペシャルユートコメントありがとうございました。あ、昨日くださったあのただのお礼はですね、今日ちょっとお話し会だったので一日中でみんなとお話ししてたもんでね、あのまだお礼書けてないんで、また書きます。はい、すいません。ちょっとあのパッキングして、パッキングするっていうこと、つまりなんかどっか行くってことなので、ちょっとまたお礼言うタイミングちょっと遅くなっちゃうんですけど、それも許してください。はい。ごめんやで。あ、いつでも OK ということで、優しいみんなでよかったです。はい、気をつけてね、みんなもお過ごしくださいね、日々をね。はい、ではまた会いましょう。パッキング頑張っていて、ありがとう、頑張るね。なんか本当に忘れ物だけは気をつけて。やっぱなんかちょっとね、気抜けてったらね、まっすぐ忘れ物するが私ね。ではでは、あつぴよー、バイバーイ。うんうん、また話そうね、みんな会えるときに。そう、いっぱいみんなに感謝の気持ちと好きを伝えたいんでね。